皆さんおはようございます。2022年9月の17日、衆議院議員の原口和弘です。朝のご挨拶 B です。9月17日といえば、明日が妻の誕生日なんですね。この、うこさん、ちょうど今、夏剪定をしてて、盛んですね。誕生日のに、来年は見られるように、天から、うこさん、ちゃんと、 揃えとこ。先週までは咲いてたんですよね。失敗しました。やっぱりこうバラっていうのも日にちがあれですね。で、じゃんこれ桃色ブーケ買ってきました。綺麗ですね。これは桃色ブーケって名前はあれだけど、なんと修明菊っていうのがキンポウゲ科姉もね族 つまりこれもラックスとかラナンキュラスとかとあるいはあれもそうですよねクリスマスローズとかもそうじゃなかったかななんと植物に対する知識が全くほぼゼロだったのが少し増えてきましたねそしてこのどれがおすすめですかって聞いたらこの毛糸これも安かったんですねそして昨日株分けしたこのダカーポ ダカーポって名前なんだけど本当はビデンスキクカセンダングサ族これもキク系なんですねすごい暑さ寒さに強いって頑張ってね暑さ寒さに強いダカーポさんまあここの 一番の玄関のとこなんですけど植え方失敗したのかもうやたらとこう伸び,伸びきったりあこれですね桃色ハートかなちょっとやっぱり微妙ですねここはこう安定したものをパンジービオラみたいなこうそんなものをこう冬はそして夏はペチュニアかな あ,のあれですねで昨日あの辻元さんから電話かかってきてまあ正直自民党で育ったんで社会党の人たちってコミュニケーションがうまくあの若い頃いかなかったんですね。でなんで俺が民主党で辻元君と一緒にいるんだろうって思ってた時があったんですけどまあそれも偏見で。 実際にこう一緒に仕事してみると、まあ、女性にこんなことをあ,のあれするとあ,あの男気って男の気じゃなくてですね狂気って書く方の男気すっごい男気のあっていい人なんですよね一緒にあの外務省の疑惑とかを追及してた時もなんかもうこっちにまであの刃を向けたりされて。 なんちゅうやつやと思ってたんですけども昔ですよでも本当に何て言うかなあったかい人なんですよねもうぐっちゃぐちゃに大阪でもされてそれでもくじけずに今度参議院議員になってくれてもう本当嬉しいですねあの前の給湯の国対委員長の時も何回もこうはしご外されるみたいなことがあったんですね それもちょっと具体的には言えませんけどもその時に全部助けてくれたのが当時の立憲民主党の,あの辻元君なんなですよねもう大恥かいて何ていうかな議員を辞めなきゃかなっていうぐらい、まあ、議員を辞めるって悪いことしたんじゃないですよ。あのもう国会のそのそ 具体的に言うと分かっちゃうんでは言えないですけどもあの運びそのものがひっくり返るようなことを何回もあったんですよね何回もというか2回だけどその時に助けてくれたのが辻本くんなんですよね一緒にあの沖縄に行ってデニーさんのであれを4年前もずっと一緒に応援してましたなかなかできるもんじゃないですね でその辻元さんから電話がかかってきて「何?」って「今回あの立憲民主党のつながる本部の本部長になったつまり昔で言うと市民政策ですね私市民政策銀懇談会の会長ですけども NPONGO 市民公益のところをしっかりとつないでいこうとあの人と人とをつないでいこうというつながる本部の本部長だと。 それはよかったねもう頑張ろうねって言ったらところでそのあなた僕もう全部無役で何も受けんということでしたけど「三要は」だったらいいだろうって言うんでしょうね三要三要って何かっていうと顧問だともう一丁上がりの人みたいだからあの積極的に参加するということで三要を受けてくれんかというんでああそれはあの。 市民政策銀行団会の事務局長から会長をずっと民主党時代にしてたから NPONGO 市民公益市民公益税制っていうのも作ったし新しい公共ですね新しい公共税制っていうのもあれも鳩山内閣の時に作ったんですけどもギリギリだったんですよもう忘れられてるんですよねやることが多すぎてで当時政府税調の会長代行でしたから 総務大臣と財務大臣は同格だと民主党政権ではだからトップでいろんなことが言えたんですねで財務大臣は藤井裕久先生でしたでこれは市民公益公益の市民化自由化をやるんだって言ってあの市民公益税制 NPO 税制をさらに進めたんですねだから 二つ戦時でもう基本的に辻元君から頼まれたことはあの全部受けようと思ってますんでなんとか恩返ししなきゃいけませんしね今回もこの前の総選挙だって彼女は自分の選挙区離れてあの藤原さんやいろんなところに応援に行ったんですよね。私の場合はももううコロナで外に行くんんだったらもう応援せんてあの 凶暴な同級生たちがいるんで外に行く時間がほとんどなくてあれだったんですけどもそれの恩返しもせないかんということでを受けまましたた、まあ、一生懸命頑張りいいと思いますさて昨日またこれもすごい人とですねあの、まあ、今売り出し中の学者なんですけども若い30代のですね私の先輩の息子さんとずっと話してました産業革命について話してたんですね。 先先輩輩といえばもう一人の先輩に電話したらイデイデボンズですね井でご住職は今「今先輩どこにいるんですか?」って言ったら「俺は入院してるんだ」って「えー、なんでですか?」って言ったら「コロナで入院したんだ」ってもうちょっともう去年肺炎なさってるんでですねあ本当に心配なんですがまあ結構喋れてたんで。 先輩いなあのがいないと本当にこう気合が入らないんですねあの早く解除になるようにあと4日ぐらいで解除って言ってましたが、ね、退院できるように祈ってますでその若い方と話した産業革命ですねで産業革命っていうのはまさにパラダイムの革命なんですよねでそこで生まれてきたものが ま,あまさに議会制民主主義であったりさまざまな立憲主義市場のその規制改革もそうですね規制っていうのはあの産業革命でものすごく産業が高度になって後から労働者を保護労働者の権利を保障していたらもう大変なことになっちゃうからその手前で規制を作って。 そしてその規制の下で、一人一人の人間の尊厳と自由を守っていこうというのが規制なんですよ。だから、この。三十年ぐらい、その日本の中にある規制緩和。あの、もう規制緩和で、を利権にしている人たちがいますよね。で。それに対して、その労働者の人たちは。声を。上げるどころか、規制っていうのは自分たちのことだと。 いう意識も,もう薄れてきてきですね規制はもともと労働者を守るためのものだったんですねその産業革命のこの経緯でその産業革命の,あのパラダイムチェンジは何かっていうと蒸気,機関ですよ、ね、蒸気機関は何かっていうとエネルギーそのものの大きなパラダイムチェンジつまりそれまではフローのエネルギー 1>, 1年間に取れる穀物を中心とした権力構造だったわけですそれは太陽のこの光ですね今日はもう太陽もうさっき皆さん見せたかったのむっちゃくちゃ綺麗でしたねあれ一瞬だったんだよなもう見えないですよね朝焼けねあの太陽のエネルギーがこういう植物を通してエネルギーが固定化するんですねで 固定化って何かというと私たちも使えるようになるで地産地水は政治のも、まあ、元だと言いますけどもまさにその通りであの大きな川を治めてそしてそれが洪水を起こさないようにそれからちゃんと農業を考えできるようにできたところに大きな権力が生まれていくわけですね。フローのエネルギーを独占する人たちが 王と言われファラオと言われ皇帝と言われ日本では大名と言われてきた今ここは私が今ここで皆さん送ってるのはあの位置情報が出てるとしたら高木城跡って出ると思いますまあ我があの高木一族というか古川の方のですねあのもうこの龍蔵寺から鍋島に高木からあの隆蔵寺鍋島に至る まあこの城の跡なんですねいつか城復元したろうと思ってますまあちょっと無理だなこんななんかもうコンピューターでさえ買ってもらえないようなあの貧乏暮らしですからねもうせめてこの花を買うのがやっとこさですもんねこの花だって昨日ジニアを10個とこの桃色ブーケとケイトとこのダカーポで 4, 円ぐらいしましたもんねまあでもその帰りに気を取り直してあのくすくすさんでですねあっこやっぱおいしいですねもう今超ダイエットをやってますからパンっていうのは1個しか買えないとそういうふうに決めていたんですけどなんと8個も買って今残ってるのが3個ですもんねということは8-3は。 ガーン5ですね5食ったっていうことですねあんまりにもおいしいや違うわ4だわ1個サンドイッチを冷蔵庫に隠しといたんでこれはこれまで食っちゃうといかんっていうんでやっぱり先見の目がありますねちゃんと隠しときましたからね、まあ、自分がそれだけ信じられないとまあどうでもいいんですけどもあのー 産業革命っていうのはそういうものでそのフローのエネルギーをストックつまり地中から掘り出して石油とか石炭ですね当時は石炭ですけどもそのエネルギーのタイムカプセルを取り出してそしてそれを内燃機関蒸気機関という形でものすごいエネルギーを生み出す。でこのタイムカプセルはあの石炭ですから。 持ち運びがオッケーなんですね。だから世界そのものがものすごく狭くなっていくわけです。で、そこで生まれてきた思想がまさにあの自由主義であったり民主主義であったり、今私たちの基盤を成しているものなんですね。で、ところがそこで近代が失ったものもあるわけです。で、それはあの ねえ先生亡くなったんでもうほにもあれですけど三田宗介先生時間の比較社会学っていう中で東京大学で教えていただきましたその後あの整形塾にまで来て三田先生教えていただいたんですけども私たちはその産業革命以前近代以前はですねあの「子」が「自我」 例えばまあ古賀とか自我とかいう言い方が分かりにくければまあ自分ですね私だったら原口一弘原口一弘は死んじまえばもうそれで終わりとそういうことがまあ近代が陥ったあの古賀のまあ落とし穴っていうわけですね。じゃあそれまではどうしてたのかいやその近代的な西洋的な古賀以外の国はじゃない。 地域はどうかと例えばアボリジニとかですねアフリカの先住民の方々とかはどういうあのそれこそ世界観人間観を持ちかというと連続体なんですよ長い時間の中の自分たちは受け渡してであるだから自分の魂があの自分の肉体が仮に滅んでも それはあの連続体の中に帰っていく話であるとあるいはそれがその土地の精霊と結びついていてその結びついている精霊と一体化すると昔の日本もそうですねあの天塚に神国塚神のお話をしましたけどさまざまなところに神が宿っていてその神様とと。 私たちは常に交流をするることができるつまり私たちは寂しくないんですよ。私たちは孤独ではないんですよ。それがまあ近代の落ちったなんていうかな落とし穴との大きな違いですね。まあちょっとこのことを話してたらあのいくら時間があっても足りないんでもっと正確に言えるようにいつかあの YouTube でもやりたいと思います。さてこれでで最後ですが 今の性被害のさまざまな被害に遭われた方虐待に遭われた方々そういう方々を支える活動をやってますで、まあ、今週はあの五ノ井さんですね五ノ井さんも本当に孤軍奮闘で頑張ってきてこの1年間告発してから表に出してから1年間ですよ。 でその間も進まないで昨日、内越さくらさんと参議院議員の話をあのメッセージやり取りしましたけどもやっぱりこの被害を受けた方々にその支える仕組みそしてアドボケイトっていうんですけども代わりにあの声を上げるって上げる仕組み一人じゃないんだって。で例えばですね 弁護士一つ雇うにしてもお金がかかるんじゃないか自分には払えないんじゃないかいうんで泣き寝入りをするそんなことあっちゃいけませんねだからその被害を受けた方々をしっかりと資金面からももちろん心の面からも支える仕組みが絶対に必要だと思いますしあの皆さんの周りにもおられると思います。でそれは誰か 自分の他の人じゃないんですよ。自分だったかもわからないんですよ。自分だったかもわからない。まあ、虐待といえば、皆さんもあの人生の中で。ネグレクトであるとか、そういったことを築い、あの受けた方もおられると思います。やっぱものすごく。その？生きるのが辛くなりますよね。で、その。辛さを。 分かち合って心を癒して。そしてあの。また元気な笑顔にするで、それは社会の責任です。で、特に今回のような自衛隊。しかも。あの資料を見てみてもお分かりの通り隠蔽までしてますよね。どんなに怖かったかで、その後また心ない。 ことを言う人たちがいるいやあなたはこうこうこうなんでしょうとか知りもしないのに言う人たちがいるぜひ皆さん守ってあげてください一緒に守っていきましょうでそうすることがですね社会を明るく暖かくしていきますそのことを申し上げてまあ、くれぐれもあのこの台風14号 えー、ここは19日って言ってましたかね、今日が17日だから、あさってですね、え19日、まずいですね、ちょっと本当にあの、危険な台風って気象庁が言うっていうのは、たいとても危険な台風っていうのは、これ、ものすごい珍しいことです。だからあのあらかかららあじめそしてあの障害ををお持ちの方とか移動に困難を がある方とか様々な困難をお持ちの方あらかじめその避難できる地域をですねあの定めて早めに避難してくださいますようにお願いをいたします風がちょっとすごくなってきましたねこの間草刈りしたこの庭もまたこんな,こんなですもんね じゃあ皆さんどうぞ良い一日を最後は何にするか、ね、ドンファンも咲いてますけども後ろなんで体をねじると良くないですね、えっとやっぱり桃色ハートでご機嫌をようしたいと思いますそれじゃあ良い一日を。 そういえば、これラナンキュラスに似てますねでは、失礼します